収穫が始まり、農家の人が作業に追われています。福知山市山崎地区にある 1.5 ヘクタールの桃園では、2軒の農家が白鳳という品種を中心におよそ250本の桃の木を育てています。今年も収穫の時期を迎え、生産に当たっている農家の人が一つ一つ色合いを見ながら、桃を傷つけないよう丁寧に揉いでいきました。今年は天候に恵まれて桃は順調に育ち、糖度も15度から16度の甘い桃がたくさんできているということです。収穫された桃は自宅の作業場に持ち込まれ、大きさごとに分けられ箱詰めされました。桃の収穫は品種を変えて来月中旬まで行われ、桃園の近くにある直売所などで販売されることになっています。除草剤とか、それから農薬を減らして、自然の農法で今まで通り続けたいと思ってます。来年から息子が交代してやってくれますので、今年はもうそのちゃんと教えて、そして皆さんに本当に美味しくいただけるように頑張りたいと思ってます。